アフガニスタン紛争1978年から1989年アフガニスタン紛争1979年から1989年ではアフガニスタンで断続的に発生している紛争のうち1978年に成立したアフガニスタン人民民主党政権に対するムジャーヒリンの放棄から1979年にソビエト連邦が 軍事介入、1989年に撤退するまでの期間を扱う。日本のマスメディアでは、ソ連軍の侵攻以降の局面は、アフガニスタン侵攻などと呼ばれることも多い。ソ連アフガン戦争と呼んだ場合、アフガニスタンの反政府組織や義勇兵とソ連軍の間で発生た戦闘を指す。 ソ連軍のアフガニスタン国内での戦闘は1979年の出兵から1989年の完全撤収まで約10年に及んだ。ソ連側は1万4千人以上が戦死、アフガン側はその数倍の戦死者を出す結果となった。1978年にアフガニスタンでは共産主義政党であるアフガニスタン人民民主党による政権が 成立したが、これに対抗する武装勢力の放棄が、春頃からすでに始まっていた。ほぼ全土が抵抗運動の支配下に落ちたため、人民民主党政権は、ソビエト連邦に軍事介入を要請した。ソ連軍は1979年12月24日に軍事介入した。ソ連国家保安委員会、KGB は、生体混乱の収集能力がないと見たハフィーズラー。 アミーン大統領を特殊部隊で襲撃、嵐333号作戦して死に至らしめ、バブラク・カールバルを新たな大統領とし、アミーン政権に対立していた、人民民主党内の多数派による政権が樹立された。共産主義政権とソ連軍に対して、ムジャーヒディーンと呼ばれた、抵抗運動の兵士たちが戦った。また、米国中央情報局、CIA や、 チャールズ・ウィルソンらによる国費の武器供給など、ムジャーヒディーンの支援に数十億ドルを費やした。これらの資金は陸上からの支援ルートを握っていたパキスタン経由で行われ、パキスタンが同国国内に影響力を保持するきっかけとなった。また、ムジャーヒディーンには20以上のイスラム諸国から来た20万人の義勇兵が含まれていた。その中には、 サウジアラビアの中アフガニスタン公式代表となり、後にアメリカ同時多発テロを行うことになるウサーマビンイコールラーディンも参加していた。多くの人はこの戦争は主権国家への正当な理由のない侵略行為だとみなしている。例えば1982年11月29日の国連総会でソ連軍はアフガニスタンから撤退すべきだとする国連決議37。 37が採択されている。一方でソ連を支持した人もおり、この戦争は貧しい同盟国を救助しに行った行為、あるいはイスラム原理主義のテロリズムを封じ込めるための攻撃としている。ただし、この紛争をきっかけにして、後にイスラム原理主義テロリストの活動が活発になった事実もある。最終的に、 ソ連軍は1988年5月15日から1989年2月2日の間にアフガニスタンから撤退した。ソ連はすべての軍隊は1989年2月15日にアフガニスタンから退去したと公式に発表した。さらにソ連撤退後もアフガニスタンに平和の日々は訪れず、ムジャーヒディーンの内部構想、タリバンの台頭。 タリバンに対する米国及び有志連合諸国、アフガニスタンイスラム共和国政府との戦闘など、戦火は続く。1919年の独立以降、アフガニスタンは王国であり、1933年以降はザーヒルシャーが国王として統治していた。しかし、アフガニスタンは部族社会であり、地方の権力は部族の長が握っており、政府の権力は 十分に浸透していなかった。また国王も部族会議のロヤジルガによって衰退されていた。ザーヒルシャーは、いとこのムハンマド・ダーウードを首相として起用したが、ダーウードの求進的な改革に反発が高まり、ザーヒルシャーは、ダーウードを解任した。1973年、ダーウードは、ザーヒルシャーが、病気療養のために、イタリアに赴いた隙を狙って、革命を起こし、 アフガニスタン共和国を成立させた。ダーウードは中立的な外交政策でソ連とアメリカの両方から援助を引き出し、国内の開発を進めようとした。1978年4月27日にダーウードはアブドゥルカギル大佐に暗殺された。共産主義政党アフガニスタン人民民主党が政権を掌握し、4月30日に 革命評議会布国第1号によって、国名をアフガニスタン市共和国ドラオとした。5月1日に発足した政権の主犯は、ヌールムハンマド・タラキー革命評議会議長権首相で、バブラク・カールマルが副議長権副首相、ハフィーズラー・アミーンが副首相権外相となった。革命政府は1978年12月2日の革命評議会副国第8号により、 封建的土地所有を解体する土地改革を実施する方針を打ち出した。高地としての価値で区分した七等級のそれぞれに所有の上限を設け、限度を超えた分を無償で没収し、農民に無償で分配するものである。土地改革は九百七十九年一月から実施され、四月までに二十六万八百六十六点四ヘクタール二千六百八十六キロメートル が132,264家族に分配されたという、部族指導者の物的利益を直撃する土地改革は彼らの強い反発を招いたが、政府は軍隊を派遣し農民に武器を配って改革を実施した。また、政府が男女平等政策を進めたことも宗教意識を逆なでするものであった。外交的には、非同盟、中立を標榜したが、 ソ連寄りの姿勢は早くからはっきりしており、5月15日にソビエト連邦と共同声明を発して、あらゆる分野での協力を訳し、12月5日には全輪友好条約を結んだ。この条約は軍事協力に関する条項を含んでおり、ソ連は1979年1月に軍事顧問団を派遣した。人民民主党には政権掌握前から、 派閥の対立があり、革命政府受立後も政権幹部の左遷、解任、逮捕が相次いでいた。1979年3月、革命評議会議長はそのままで、首相職がタラキーからアミーンに交代した。この3月に東北部のヌーリスターンで反乱が起こった。さらに西部ヘラートでソ連人技術者が殺され、ファラーで 空軍基地が襲われるなど、反乱は全国に拡大した。夏には、全州の半分以上に何らかの反乱が起き、首都でも衝突が発生した。ソ連の軍事顧問が、反政府ゲリラとの戦いに参入したが、ゲリラの勢力はむしろ拡大し、ベトナム戦争を思わせる泥沼状態に陥った。内戦が深刻化する中、タラキーは1979年9月16日に、 失脚して、アミーンが革命評議会議長になった。この政変でソ連は、アミーンの追い落としを図って、タラキーを後押ししたと言われる。10月6日に、アフガニスタンのシャーワリ外務大臣は、社会主義諸国の大使の前で、ソ連の陰謀を非難した。エラートのアフガン政府第17軍が崩壊したことを受け、1979年3月17日より、 ソ連の政治局では、アフガン情勢について討議が行われた。しかし、レオニード・ドブレジネフ不在の中で、政治局委員たちの意見は分かれた。国防省、ドミトリー・ウスチノフや KGB 議長、ユーリアン・ドロポフは、侵略者のレッテルを確実に貼られることを意識すと、しながらも、軍事介入を主張した。しかし、首相アレクセイ・コスイヒンは、政府軍への支援が先決であると、消極的であり、 アンドレー・キリレンコは明確に反対していた。一方で外相のアンドレー・グロムイコはいかなる場合でもアフガンを失うことはできないとしながらも軍事介入には消極的であった。翌3月18日にはタラキーから援助がなければ政権が崩壊するためアフガン政府軍の征服を着たソ連軍を派遣するよう要請が入った。しかし個水人は発覚の確率が高く。 ソ連が避難を受けるとして拒否した。この日の会議では、デタントの流れや、非同盟諸国への影響を懸念したアンドロポフとウスチノフも、介入回避に傾き、19日にはブレジネフもこの方針を承認した。しかし9月にタラティが、アミーンのクーデターによって排除されると、ソ連指導部はアミーンに対して、不信を抱き始めた。 10月19日にはアミーンがアメリカと接触するなどバランス外交を施行している上に政府が腐敗していると報告があり12月にはグラ・参謀本部情報総局の派遣が決定された12月12日にはアフガン問題をグロムイコ・アンドロポフ・スチノフの3人に一任する決定が行われ介入決定も行われたとみられている12月26日には ブレジネフの別荘で最終確認が行われ、翌12月27日にはアミーン政権の腐敗と統治能力の欠如、1978年12月の、それが不願条約に基づくカールマルの軍事、援助要請を主な湯として本格的な軍事介入を開始した。介入決定の大きな要因として、アミーンの政治姿勢が1978年以来の、 ソ連の勢力を失わせる危険があったことが挙げられる。1979年12月31日にアンドロポフラが政治局に提出した報告書では4月革命の成果と我が国の安全保障上の利益が危険な状態にさらされているため軍事介入が必要であるとしている。アフガニスタンはソ連にとって要衝であり、アフガンの喪失は安全保障に 多大な影響があると考えられた。また、米国の軍事支援の影響もあった。当時の米国政府はパキスタンを経由して、非軍事的物資と活動資金をムジャーヒディンに提供していた。しかしこれら支援は秘密裏に進めるように努めており、ソ連との対立姿勢を明確にすることは当時、進行していた米ソデタントの動きからも不利益と判断された。ソ連政府は、 武装勢力の台頭やイスラム国家建国の動きに対して強い警戒感を持っており、これらの武力化の恐れがある政治的な動きを制御する必要性に直面していた。もう一つの要因として、イスラム原理主義の動きから発生したイランでのイラン革命が挙げられる。革命で、モハンマドレザーパフラビー皇帝政府が倒され、ルーホンラーホメイニーを中心とする新政府が樹立された。 このことはソ連にとって脅威であった。なぜならアフガニスタンでイスラム原理主義の革命が起こればソビエト連合にも飛び火する危うさがあったからである。アフガニスタンではイスラム原理主義の声も上がっており革命後のイランには北のソ連や東のアフガニスタンに革命を拡大するための宗教的、政治的及び経済的な動機が十分にあった。これらの意見は当時のソ連の指導者 レオニード・ブレジネフがソ連はおそらく連邦内の共和国を含め危険にさらされている同盟国を救援する権を持つと宣言したブレジネフ・ドクトリンによって裏付けられている。その後勃発したイラン・イラク戦争において最も強力にイラクを援助したのもソ連であった。またアメリカの外交政策の転換も重要な要素として挙げられる。 1978年5月には、ワシントンで、NATO の軍事費増大計画が決定された。1979年の秋には、テヘランのアメリカ人人質解放のためと言い,い、航空機や核兵器など積んだ、大量の軍をペルシャ湾へ派遣した。冬には、本格的なアメリカの軍事拡張計画、5カ年計画、ミサイルの生産とヨーロッパ配備の決定などが、下された。 半を目的とした中国とも接近もあり、ソルといい批准の可能性は皆無と見られていた。これら緊張緩和法規政策に、ソ連も何かしら応える必要があった。まず、ソビエト連邦は、アミーン大統領によるソ連軍派遣要請を受けて、派遣部隊をアフガニスタンに侵入させた。しかし、ソ連軍は、アミーン大統領の拘束殺害を目的とした。 宮殿への襲撃作戦、嵐33号作戦を立案し、KGB アルファ部隊やグラスペツナズなどの特殊部隊を投入して実行した。公式には、アミーンは革命裁判で国家に対する罪を宣告され処刑されたとアフガニスタンラジオが発表した。その後は、新素的なバブラク・カールマルを主犯とする新政権を擁立して、 アフガニスタンを早急に安定化させ、部隊を長くとも半年程度で撤退させることを計画していた。しかし、その後、反政府勢力の台頭や活動の活発化などによって治安が急速に悪化し、新政権の強い要望によってソ連軍はアフガニスタンに足止めされることとなってしまった。そのため、治安作戦とアフガニスタン政府軍の訓練を推し進め、 撤退後のアフガニスタンが安定するように努めた。ソ連軍は下記のような戦術を用いてアフガニスタンでの戦闘を行った。ムジャーヒディーンはそれぞれ分派を作ったため、ベトナム戦争における南ベトナム解放民族戦線や北ベトナム人民軍のように統合された指揮系統や思想は存在しなかった。また、中東における ソ連の影響力浸透を恐れたアメリカとパキスタンは、ムジャーヒディーン支援に乗り出した。前述のスティンガー供与などである。また、武装勢力の中には、中立勢力やソ連派勢力もあったが、戦局の進展によっては反ソ連派に結集することもあった。一般に1979年12月24日を、紛争の始まりとすることが多いが、 どの出来事を始まりとするかについては解釈の違いがある。1979年の戦士、86人。1980年の戦士、1、484人。1981年の戦士、1、298人。1982年の戦士、1、948人。1983年の戦士者、1、 446人。1983年、戦闘行動はアフガン全土に拡大。1984年の戦死者、2、343人。1984年から、カーブル市内でも、ムジャーヒディのテロ攻撃が頻発するようになった。1985年の戦死者、1、868人。1985年中、第8次。 第9次パンジシール作戦が行われたが、マスードを捉えることに失敗。1986年の戦死者、1、333人。1987年の戦死者、1、215人。1988年の戦死者、759人。1989年の戦死者、53人。ソビエト連邦軍はゲリラに対し、 決定的な勝利を得られないまま1989年に全面撤退したが、戦争の当時国葬法に大きな影響が残された。ソビエト連邦軍は撤退したが、その後も政府軍やムジャーヒリーン同士による戦闘が続き、アフガニスタンの紛争はなおも継続した。以降の経緯は、アフガニスタン紛争、1989年から2001年を参照。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。